どういうことよお姉ちゃん。なんであんたがあんな高級マンションに入ってくのよ。え？お姉ちゃんがあんなところに住んでるわけないよね。何かの間違いだよね。ちょっと待ってよ彩香。私がマンションに入っていくところを見たの？そうだよ。たまたま街で歩いてたらお姉ちゃんのこと見かけたの。だからお姉ちゃんのボロアパート暮らしをバカにしてやろうと思ってこっそり後をつけたら、なんで高級マンションに入ってくのよ。はぁ？お姉ちゃんはずっと安月給の実家暮らしだったくせに急に一人暮らしするって実家を出て行ってさ、どうせボロアパートで貧乏暮らししてるかと思ってたのに。それも悪かったわね。予想裏切って高級マンション暮らしてふざけたこと言ってんじゃないわよ。お姉ちゃんはこんなところに住めるわけないでしょ。そこ最近できたばかりの駅地下の高級タワーマンじゃん。そんなマンションにお姉ちゃんが住めるわけないもん。自分の目でマンションに入っていく私を見たんじゃないの？でもこのマンション私の家賃の数倍はあるのよ。そんなところお姉ちゃんが一人で借りるわけないし、まさか誰かと一緒に暮らしてるの？彼氏なわけないよね。そういうところは察しがいいんだから。もうバレちゃったから仕方ないけど、実はこのマンションで彼氏と同棲してるの。なんですって？実家を出たのも本当は一人暮らしのためじゃないの。同棲するためになんだよね。さすがに冗談きつすぎるでしょ。あの地味のネクラで漫画ばっかり読んでいるダサいお姉ちゃんに彼氏なんてできるわけないって。はぁ？妄想と現実の区別もつかなくなっちゃったの？ネクラブスのお姉ちゃんに恋人なんて一生できないわよ。そういうことを言うからあんたに彼氏の存在を教えたくなかったのよ。同棲のことをまさかこんなすぐにバレちゃうとは。え、その反応まさかガチな話？本当に彼氏がいて、しかも高級マンションに一緒に住んでるの？だからそうだって言ってるでしょ。はぁ？お姉ちゃんに彼氏がいるだけでもありえないのに高級タワマン住めるなんて、彼氏は一体何者よ。何の仕事をしてる人なの？なんだっていいでしょ。彩香に関係ない話よ。もったいぶらずに教えなさいよ。じゃないとマンション前で騒ぐわよ。お姉ちゃんの黒歴史エピソードでも大声で話しちゃおうかな。眼帯つけて登校してた中学時代の話とか。やめてよ、恥ずかしいことしないで。もう話せばいいんでしょ。話せば。彼の職業は医者よ。医者ですって、めちゃくちゃ勝ち組じゃない。これで満足したでしょ。早く帰って。ふざけんじゃないわよ。満足どころか超ムカつくんだけど。え？意味わかんない。なんでネクラのお姉ちゃんなんかにそんなハイスペック彼氏ができるのよ。私はつい最近彼氏に振られたばかりなのに、お姉ちゃんはハイスペック彼氏と高級タワマン同棲なんて超ムカつく。そんなことを私に言われても。ずるいずるいずるい。一体どんな魔法の手を使ったのよ。こうなったら私にその医者の彼氏を紹介しなさい。高級マンションの部屋も見せろ。私を中に入れなさいよ。それだけは絶対に嫌。どれだけマンション前で騒がれても絶対に部屋にはいらないからね。なんですって？そもそも私が実家を出たのもあんたが原因だし、いつも私を実家暮らしおばさんとか底辺だとかバカにして、それが耐えられなくて出てきたのよ。どこで誰と暮らそうが、どんな生活しようが、あんたには関係ないわ。ネクラブスが調子に乗ってんじゃないわよ。ちょっと私よりいい彼氏がいるからって。何を言われても絶対にマンションには入れないからね。好きなだけマンション前で騒いでもいいけど、私は知らないふりするから。他の住民から警察に通報されても知らないからね。はぁ？ここはあんたも知っての通り高級マンションだからね。住んでる住民もそれなりに社会的地位の高い人が多いし、警察なんて大人数ですっ飛んでくるわよ。しょうがないわね。でもこんなことじゃ私は諦めないからね。絶対に彼氏に会ってやるし、マンションにも入ってやる。ねえマキ、あんた彩香に彼氏さんのことバレちゃったの？ついさっき彩香からお母さんたちに連絡があったわ。え、お母さんたちに？ものすごい質問攻めだったわ。お姉ちゃんの引っ越し先のことを知ってたのか、医者の彼氏のことを知ってたのかって。最後なんてなんで私に黙ってたのって怒られるし。巻き込んじゃってごめんね。もうバレてるようだから全部話しちゃったからね。引っ越し先も彼氏さんのこともお父さんとお母さんは知ってたって。うん、それで大丈夫。これ以上無理に隠しても余計に面倒なことになりそうだし。
彩香は昔から自分よりもお姉ちゃんの方がいい思いしてるのが許せないみたいなところがあったけど、まさかここまで執着してるとはね。私たち姉妹は性格も何もかも正反対だからね。私は地味でインドアだし、彩香は社交的で美容大好きだし、しかも彩香は私を見下してるからね。私が楽しそうにしてるだけで腹が立つのよ。本当に困った子だわ。とりあえず彩香にはちゃんと言っておいたからね、お姉ちゃんたちの邪魔をしないようにって。ありがとう母さん。一応あの子も私たちの前では素直に返事をしてくれたわ。だからあまり気にせず同棲生活を楽しんでね。直人くんとの生活にもそろそろ慣れてきた？そうね、少しずつだけどね。でも同棲を応援してもらってるのにごめんね。もしかしたら年内には実家に帰ることになるかも。なんですって？つい先月から同棲が始まったばかりじゃない。まあちょっとしたすれ違いっていうか、ちょっとしたすれ違いで同棲解消なんて早すぎよ。そんなんじゃ誰とも一緒に暮らせないし結婚もできないわよ。それはわかってるんだけど、まあ今の時代結婚だけ全てじゃないか。でもね、他人と一緒に過ごすってのも案外いいもんよ。本当に同棲を解消したいならいつ帰ってきてもいいけど、誰かと過ごす大変さを知るのも一つの勉強よ。そうだね、私もう少し頑張ってみるよ。彼と喧嘩した時はこっちに数日戻ってきてもいいから、喧嘩したり仲直りしたりしながら同棲生活を楽しみなさい。それじゃあまたね。早くこのマンションから消えろよ。この部屋もう私のものなの。お姉ちゃんの家じゃなくなったんだから。一体どういうことなの？実家にちょっと帰っていた間になんであんたが私たちの部屋にいるのよ。それに家主でもないのに私を追い出すなんて。さっきの日本語読めなかった？この部屋はもう私のもの。今日からは私が直人さんの彼女として、いや妻として一緒に暮らすんだから。は？お姉ちゃんたら何度頼んでも彼氏に合わせてくれないんだもん。だからずっとマンション前で待ち伏せしてたの。それで直接突撃して会ってやったわ。そんなことしてたの？ネクラブスのお姉ちゃんと付き合うぐらいだからね。顔は期待してなかったけど結構イケメンでびっくりしちゃった。しかも医者で高級タワマン暮らしなんてますます腹が立ってね。だからお姉ちゃんから奪ってやることにしたんだ。嘘でしょ？実の姉の恋人を奪うなんて最低すぎる。ネクラブスのくせに私より男と付き合ってる方が最低よ。お姉ちゃんは底辺らしく最低男と付き合ってればいいのに、あんたが医者のお金持ちと付き合うなんて似合ってないのよ。なんですって？それに彼もお姉ちゃんより私と暮らしたいって言ってるし、直人さんから聞いたけど家事も何もしてないんだってね。だから実家にしばらく追い出されてたんでしょ？は？仕事が忙しい医者の彼に家事までやらせてるとかありえない。家賃も払えない、家事も何もできないって、もはや彼女っていうか寄生虫じゃん。寄生虫って、それ彼も言ってたの？そうだよ、私の手料理を食べて直人さん絶賛してくれたわ。嫁にするならやっぱり家庭的な女の子がいいよねって。とっととお姉ちゃんなんてしてて私と付き合いたいってさ。そう、今なんて私の美味しいご飯をお腹いっぱい食べてお昼寝中なの。幸せってこういうことを言うのかな。というわけで邪魔で寄生虫でしかないお姉ちゃんは帰ってよ。私と彼は相思相愛で、彼は料理上手な私に夢中なの。寄生虫のあんたと違って私の方が玉の輿にふさわしいわ。分かった、幸せにね。妹に略奪されて惨めな女、ネクラで地味でさらに惨めな女って、もはや人生終わってる。そうでもないわよ。好きなことを仕事にできて、それで高級マンションを借りれるぐらいのお金を稼げて、私は私の人生が結構好きだよ。え？まあでも男はないみたいだけど。でも妹と浮気するような男と結婚する方が最悪な人生だよね。むしろ今別れられて運はいいのかも。ちょっとどういうこと？高級マンションを借りれるぐらいのお金も稼げてって、お姉ちゃんがそんなに稼げるわけないでしょ。安月給すぎてずっと実家暮らししてたくせに。それ私は一度も肯定したことないからね。え？私それなりの稼ぎはちゃんとあるから。そしてマンションの家賃は全て私負担。その私を追い出すんだからもう知らないよ。直人だけの月収じゃ。
家賃に届かないと思うけど、そこは新しい恋人の彩香を助けてあげてね。はあ、それじゃどうぞお幸せに。私は早速実家に帰るわ。ちょっと待ちなさいよ、ちゃんと説明しなさいよ。え、説明って？なんでお姉ちゃんが高級タワーの家賃を全額払えるのよ。それなりに稼いでるってそんなの冗談だよね。安月給だから実家暮らししてたぐらいじゃない。それは彩香は勝手にそう思ってただけでしょ。え、大好きな漫画が今じゃ私の仕事なの。私を見下したばかりのあんたは知らなかっただろうけど、これでもそこそこ売れてる漫画家なんだからね。え、お姉ちゃんって漫画家だったの？数年前にアニメ化もしていてね。そのおかげで書籍の売り上げも増えて、グッズ展開も好調だし、高級タワマンを借りれるぐらいは稼いでるのよ。そうなの？それでも一人暮らしをせずに実家暮らしをしてたのは、あんたも知っての通り家事ができないからよ。は？まあ恥ずかしい理由だし堂々ということではないんだけどね。昔から掃除も料理も苦手だし好きじゃないのよ。だから実家にそれなりのお金を入れる代わりに、大人になっても実家暮らしをさせてもらってただけ。別に安月給で実家から出れないわけじゃないのよ。そうだったの？生活費込みで月30万ぐらいは家に入れてたかな。あとは年一で感謝の印に旅行プレゼントしたりとか。だから両親も私の実家暮らしに文句も言ってなかったよ。そんな。でもそんな私に直人から提案してくれたんだよね。そろそろ結婚前提で同棲したい、苦手な家事は全部俺がやるから一緒に暮らそうって。え、直人さんが同棲を誘ったの？え、そうよ。だからそういう約束ならって条件で同棲を始めたの。その代わり少しでも彼の負担を減らして楽しく過ごせるように、直人の職場近くのマンションを借りたの。ちょっと高いけど彼が住みたいって言うから高層階の部屋にしたわ。そうだったんだ。なのに直人ったら全然家事してくれないのよね。引っ越し初日に約束を破られた時はびっくりしたわ。じゃあ夜ご飯ちゃちゃっと作ってよって。え、ナオトは最初から家事なんてやるつもりなかったのよ。なんだかんだ同棲してしまえば彼女がやってくれるだろうと思ってたんだって。それで私と約束が違うことで言い合いになってたのよ。何それ最低じゃん。家賃もお姉ちゃんに任せておいて家事も押し付けるとかありえない。そうだよね。だからそんな最低な彼氏でよければいくらでもくれてやるわ。二人で頑張って家賃を払っていきなさい。あのさ、本当にここの家賃って直人さんの給料じゃ払えないの？一応医者だしそれなりに収入があるはずだよね。医者だから高収入って考えは浅はかすぎるよ。え？開業医ならともかく彼は雇われの医者。それに奨学金返済もあるから結構カツカツなんだよね。そこの家賃は月50万。でも直人の月収は45万ぐらいだから。嘘でしょ、本当に足りないじゃない。それでも私は彼の収入に興味はないから気にしたことなかった。医者の仕事もリスペクトしていたつもりよ。でも同棲して分かったの、彼は私の仕事も稼ぎも全然リスペクトしていないの。だからもう別れちゃうかと思ってたんだよね。そうだったの？だからあんたに略奪されてもそんなに悲しくはないわ。というわけでどうぞお幸せに。最低な医者彼氏なんてのしつけてくれてやるんだから。お母さん、私また実家に帰るね。同棲解消して別れたから。え、ようやく仲直りするって戻ったばっかりじゃない。それが帰ったらなぜか部屋に彩香がいてさ。直人のやつ彩香と浮気してたの。それで彩香に私がここで暮らして彼の妻になるって追い出されたの。なんですって？だからお幸せにって出てきたところ、もう同棲解消して実家でまた暮らしたいんだけど、いいかな？ちゃんと今まで通りお金を入れるから。そういうことなら別に文句はないけど、もう早かったら姉の彼氏に手を出すなんてどういうことなの？本当だよね。まさかそこまですると思わなかったよ。どうしましょう。このままじゃお父さんの情緒が心配だわ。え、お父さんなんかあったの？あんたが戻った後ずっと隣で泣いているのよ。やっぱり娘が実家からいなくなるのは寂しいってね。お父さんが？早くノート君と仲直りしなさいって自分で娘を送り出しておいて、仲直りしたらすぐに結婚するのかな。それは嫌だなって一人落ち込んでるわ。それは情緒の波が押し寄せてくるね。きっとマキが帰ってきたら大喜びでしょうね。
でも次は彩香が結婚で大号泣かと思えば、その男は直人くんって泣くのかしら、喜ぶのかしら。怒るに1万円かけよっかな。ならお母さんは怒るのに10万円よ。とりあえずまずは家に帰ってきなさい。温かいご飯用意して待ってるからね。うん、ありがとう。もう最悪、直人さんとは別れる。お姉ちゃんの言う通り全然稼ぎないんだけど。あいつ、あら、せっかく私から奪ったのにもう手放すの？一緒に家賃ぐらい払ってあげたらいい話じゃない。あんただって仕事はしてるんだし、そんなのすぐにやめたわよ。直人さんと結婚できるかもしれないと思ったから、玉の腰の専業主婦になれると思ってやめちゃったの。あら、なのに直人さんの月収が家賃以下とか奪ってるでしょ。だから別れる。もうこんな人いらない。まあ、あなたたちがどうなろうと私には関係ないけどね。でも実家には帰ってこないでよね。私が帰ってきたんだから。帰りたくても帰れないわよ。ついさっきお父さんから連絡があって、二度と帰ってくるなって怒られたのよ。もう顔見たくないし縁を切るって一体どうしたらいいのよ。うわ、お父さんブチギレじゃん。私の前じゃ冷静にしてたのに。これはお母さんにすぐに報告しなきゃ。これからどうしよう。お父さんがあんなに怒ってるなんて思わなかった。私仕事もないのに、家だってここで暮らせると思ったから引き払ったのに。つまり帰るところがどこにもないのね。ねえお姉ちゃん、私どうしたらいいかな。実家に帰ったら一緒にお父さんを説得してくれる？するわけないでしょ。私はあんたに恋人奪われた被害者なのよ。加害者の味方なんて絶対にしないわ。奪われたって言ってもさ、破局秒読みって感じだったんでしょ。だったらギリギリ許してくれてもいいんじゃないかな。それとこれは全く別の話。あんたが姉に敵意を持って直人を奪った事実は変わらない。そして私はそんなあんたを許すつもりはないから。そんな、というわけであとは一人で頑張ってね。お父さんたちだけじゃなくて私とも縁を切ったと思ってちょうだい。彩香は私と違って社交的だし、きっとなんとかなるよ。それじゃ元気でね。その後、彩香は実家にやってきて、玄関前で両親と私に土下座。しかし私よりも父がブチギレて、人の恋人を奪うなんて教えた覚えはない。わざと人を傷つけるようなことをするやつ、お父さんは大嫌いだ。そんな奴は二度と我が家の敷居をまたぐなと追い返していました。普段は温厚な父の剣幕に、彩香は大号泣しながらどこかに消えてしまいました。噂では今は友達の家を転々としているようです。ちなみに元恋人の直人からは何度も復縁の連絡が来ていますが、こちらのブチギレの父に一度だけ電話を代わってもらうと、二度と連絡が来ることはありませんでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。